ようにゴール前での精度、戦いを今年はアピールしていきたいという話がありました。その先制点の埋めないボールを持ってクロスを上げてそのまま入った。そのままゴールに吸い込まれました。2点目、早くも2点目。埋めない前半の7分です。ガンバとしては立ち上がりに連続失点、ゴールキーパーの林うまくタイミングをずらされました。森岡が立ち上がりに2点を先制。